というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。始まりました。さあ今週も始まりました。一言増えましたね来週また1個ぐらい増えるんですかねわかりませんけどあとイベントも一応明日更新、まあ今日は火曜日なんで、僕らのこの動画上がってくるにはすでに更新も終わってるんですが、まあそれよりも現状何か始まってるといえば、再びギルドの防衛がねやってんじゃないですか。今どうですか、防衛。なんかやっぱね、ゆかめろさんのそういう LINE とかを聞くとね、 LINE でまあなんか話をするでしょ。はい、まあそうするとギルドの話とかするじゃん。はい、なんかやっぱチームリモンはすごい盛り上がってるなって感じ。あ、そうですか。もうなんかもう4回目5回目、今度5回目か、5月ね、大会の総、そうですね、はい、5回目になるけども、うん、まあゆかめろさんのところからすると今度2回目でしょ。はい、なんかまあ本当に盛り上がってるなと。はあ、はあはあ、はあ、まあそのあるいい意味の初心者感というかねその盛り上がりを、うん、まああの初陣に近い方々もいるわけです。そう、はいはいはい、とやっぱりこの新メンバーで迎える20人体制でのギルド大会っていうのがまあすごいんだなっていうね、うんうんうん、まあそういう活気は感じますよ。でも防衛は登録され始めてるってことですよね。してる。でみんなこう早くて、あ、防衛登録ですか。ついていけだからね、あの防衛パーティーっていうのはとりあえずこの参加意思の表明でもあるから、一旦何でもいいから登録しときゃいいのよ。で後でいくらでもギリギリまでね取り替えることができるからね、うん、ただ気をつけなきゃいけないのは、登録してる状態で特技とかを上げても反映されないってことね。一回登録し直さないと、それだけはちょっと気をつけた方がいいかなと。現状その防衛パーティーを作るときにゆかめろさんはどうされてるの、まあ、例えばこう自分で頑張って回すなのか誰かにアドバイスをもらって登録して回すなのか。でも何も言ってなくて、はい、とりあえず今登録したから。あ、したんですね。やってもらおうかな。あのオンラインチームで防衛バトルですか、を頼んだところですか。頼もうかなまだ頼んでないよ。いや防衛の何ですか、配置自体は自分で全部ね、かんないこの辺になんかいっぱい集めて固めたんですか。今めちゃめちゃ戦略バレましたけど、仮に今度チームリボンと当たってそのままだったら、あ、ゆかめろさん固まってんぞって今バレますけど、あの基本的にはね話した方がいい。あ、そうなの。全体じゃないと一気にスピードのあるやつにガッと前来られてまとめてね被弾するっていうこともあるんで大体は分けた方がいい。右左真ん中ぐらいに、で障害物をうまく利用するっていうね。今回2つあるよね、障害物ね。僕もまだあの防衛は登録しないんであれなんですけども、そんな感じで、とにかく速攻されないこと、何にしても凸が進んでる。はい、今回は、うん、特技も10だし、うん、レベルマックで今昨日連合してるから、先月のあのようには多分なそれでもね、例えば1凸と3凸ってとも圧倒的に違うから、スピードがね、これ意外と錬金で追いつかない域になってる可能性もあるんだよね。凸が2つぐらい上だとね。まあもちろんそうですけど、まあただ前回よりはねちゃんとパフォーマンスが上がってるわけですから。そうだから、まあとにかくね、一番のその闘技が得意っていう人にアドバイスをもらって、うん、まあ何なら任せちゃえばいいのよ。こうしてくれ、こうした方がいいとか、このキャラをここに置いて、全部言ってない。自分で言えばいいです。自分でそこは言い出せないギルマスなんだからね、ある意味そこら辺は権力を使わないとね権力だ。いや、そうそう、教えてくんなきゃ追い出すよぐらいでそれもありですからね、これはだいぶ暴君ですね。そうだって鬼魂教団はどうしてるんですか。自分で考えて自分で誰かに OK をもらってるんですか。まあ、OK というか、本当にあの防衛登録したんで、あのお手すきの方みたいな、ちょっとあの挑んで感想くださいみたいな感じで、現状、そのなんていうんですかね、あのこの方が軍師ですっていう確固たるものは、今のところないので、いなくなっちゃったんでしょ、だって軍師が。まあ、あの僕ら、まあそうですね、だから他のもっと強い人も、うん、よく名前を聞いてた人が見かけませんけども、ゆずさんのことでしょうか。はいはい、あのそのゆずさんは結構なギルドに行ってますよね、はい、旅立たれましたので、まあ、それは全然いいんですけども、うん、まあ、そのでもまあみんなで、トライアンドエラーというか、うん、っていうのが多分基本なのかな、でもね僕も防衛わかんないですよどう配置するといいんだろうみたいな、ね、なんでみんなわかるの、まあ、だからもうなんだろう、闘技をたくさんやってれば、うん、分かってくんじゃないですか、多分ね、みんな自分なりに考えて、自分がこういうのだったら嫌だなっていうのを作るわけ。どうやって、だどうやってじゃないけどまあじゃあ例えば通常の闘技場でゆかめろさんがパスするような相手いるでしょ、これ嫌だまずそれでパーティー組むんですよね、その人と同じように。そうそう、こういうのだったら嫌だな、やりたくないなっていうのを、自分がやりやすいと思うのは、まあ相手も同じことだから、
それを避けて、うん、こいつとは戦いたくないなっていうキャラを配置すればいいじゃん。せめて最低限そこからですね。え、トツが向こうの方が上だったらもう負け？いやいや、そんなこともない。うん、だからまあ相手の弱点とかもあるし、まあでも必ずしも絶対に防衛できるなんていうものはないんでね。とにかく相手は攻撃の方が有利なんですよね。相手のパーティーを見てキャラを決めてるんだから。だからもうこんなものは防衛はなんつうのかな、倒されて当たり前なんで、せめてそのパーフェクトを取らせないという、まあ、突、貫突じゃない、うん、パーティーの場合はそこがもうポイントじゃないですか。これ、翼くんだと同じだと思うけども。まあそうですね。ね、とにかく150ぐらいにしてやろうぐらいのね、うん、感じで。まあ、そこも戦略は出てきますけども、まあでも、好きにやったらいいと思いますよ。まあ、ギルドの方に相談とかもしながらね。スピードを盛るのもあるけど、その逆で HP を盛るっていうのもあるからね。なるべくワンパンされないようにっていう、このパターンもあるから。え、持っとけば何大丈夫？いやだからもう大丈夫かという保険はないけどもね、それで200でも300でもヒットポイントを上げれるんだったらば、ね、今までギリギリワンパンされなくされてたのがされなくなる可能性もあるわ。ギリ残るっていうね、倒されにくくはなりますから、ね、でも横山さん先ほど拝見しましたけど、今回のギルド討議に向けてオムツッコリを完璧に育てたみたいじゃないですか。あのね、マセリンのオムツッコリって、うん、めっちゃ可愛いって感じ。可愛いから防衛に配置しちゃいけないです。これはね、これ完全なカモになる。ね、ちょっと見せてくださいよ。多分ね、全ギルドの可愛い中でオムツッコリを入れてる人ゼロに可能性ありますからね、これね。めっちゃ可愛い。いやでも本当特技も全部10にしてて。可愛いんだ。絶対に使わないやつ。通常も使わないと、ね。これは女の子流の楽しみ方ですね。可愛い。でも確かにこのキャラね、可愛いですよね。弱いけどね。まあこれが何かね、ちょっと状態異常とか持ってたらね、またあれかもしんないけど。イオとホイミです。うん。ほんといらないやつだ。まあまあ、それをね、お遊びに入れるのか、それともガチでやるのか、ゆかめろさん次第なんで。まあだから本当にね、この、勝とうねっていう気持ちでやってんのか、なんか、今回のチームリボンは、なんかあるんですか、目標は。ゴールドリーグ優勝です、うん、ゴールドリーグ前回より1個上ってことですね。前回シルバーだから。ああ、そうかそうかそうか。だからまあ予選で2回勝てばいい、うん、まあでも今回ねメンバーだいぶ強化されてるんで、うん、意外といけるんじゃないか。まあただね、本当に運が悪いとね、20人で強豪キルと3試合なんてなっちゃうと、下手したらね全敗もあるんだけどね、現状ね。だってチームリボン結構ランキングも高いですもんね。そう、ね、だからね、無駄に上げちゃうのもどうかなっていうね。これ本当にマッチングは分かんないんだけど、若干そういうところもね、全部自分より100位は全部上かの可能性もある、うん、意外と100未満だった方が良かったみたいなね。まあ本当これはここもちょっとオカルト部分なんで分からないではあります。全然分かんない、はい、どういうマッチングされる、まあ今回もまた変わるかもしれないしね、なんとも言えない、まあ、だからランバン団が結局全然知らないチーム、下のチームとばっか当たってるっていうのはそういうことなんでね。そっちの相手からしてみたらね、うん、なぜってなるでしょ。だから本当にわからない。まあでもなんか本当にね、ずっと言ってる来てるけど、この3ギルドはね、どこかしら対戦になったらね。そう、もう毎週ね、最近言ってますけど、うん。面白いなとは思うんだけども。いや、本当ぜひ、本当に当たって、うん、ね、なんか。これ面白いですよ。例えば、オニコン教団と当たったら、ラッコさんは誰に挑んでくるのかなとか、そういうことも考えるもんね。まあねこれでもね、そちらのダンマン団の方から僕は言いましたけど、うん、まあ、僕はもうやっぱスタッフさんっていうのは決まってるみたいなんで、スタッフさんが、で、コメさんだったかな、うん、2体でやってもらいましょうって書いてましたから、これはもう、あ、もうダンマン団の評価も下りたなと僕は考えて、うん、あと、やたらと HY さんが、うん、いや、僕はちょっとそんなじゃないので、うん、ハンデは。なしでみたいな。いやいや、そんな。HY さん、すごい腕ですよ、意外と。そうなんですよ。だから、めちゃめちゃ謙虚に来るなと思って。はい。ちょっとごめんなさい、僕はそれが面白かったんですごい。まあでも本当ね、まあ、僕はほら常に4体だからね、はい、うん、別に3体でもいいかなぐらいの気持ちはありますよ。なんか2です。2はねダメです。2は2だったら打天使とピサロでいきますよ。ああなるほどね、うん、それはちょっと強いな。でもギリいけんじゃないかなとか思っちゃうけどね。だから神の大スラですよもうここは譲れないです僕はでも神と大スラだったらね、僕が打天使いたら確実に、もうね、ほんと僕神はね、あれ以降全然使ってないですよ。今ほんと神は使ってないなんで、まぁ、あ、ちょっとね。いやまぁ、あ、これ、江上さんもだから今何ヶ月やったことぐらいなんですか？ 3 ヶ月ぐらいですか？覚えてます？始めてからタクト。始めたのは12月。あ、
ってことはもう6 5ヶ月6ヶ月ぐらいってことですか。今ゆかめろさんの手持ちで一番、まあ、ゆかめろさんなりのエース、一番こいつが強いっているんですか。強い、なんかこの人入れてたら結構安心だなみたいな。でもベロニカ好き、かわいい。やっぱベロニカがエースポジションですか。ゆかめろさんのただね遅いからね、ベロニカ。ベロニカスピードが遅いからだいたいメンバーの中でも後ろの方でしょ順番が。あ、そうなの。なんか結構出ません、このもちろんそういうのもありますけど、実戦とかもありますけど、自分の好みもあってなんかこいつ使っちゃうだよなみたいな。つばすくんは何なんですか。僕今グレイナルなんですよ。すごい、なんかグレイナルも強いですよ。そう、なんかピサロとかも今までグレイチェルだったのにね。グレイチェルはもうねエース格だったのにね。いやグレイチェルやっぱね、あの強いんですけど、あの範囲技ないのきついですね、うん、とか思いますけど、あとグレイのなんか見た目もね僕ちょっとかっこよくて好きなんで、うん、スタッフさんあるんですか。僕ですか。僕はもうとにかく基本ピサロと打天使がねレギュラーにいるけども、まあただあの闘技は闘技で、あと高難度だとか、まあ、あの通常とかでね、まあ、だいぶ違ってくるけどね。通常だともう絶対ドレアも入れますからね、うん、ああまあやっぱそういうことか、うん、だから今僕はもう闘技のレギュラー2週続けて全く同じなんで、あのピサロ、打天使、ベロニカ、グレイナルです、ね、はいはいはい、はい、うん、まあ、そんな感じなんでね。強いからもう固まってきますもんね。もうなんかまあこの4体入れとけばなんとかなるっていう感じがするんですよね、貫突ならば。うん、でやっぱねちょっとデイン弱点って多いんですよ今。いや多いです、多いです、うん、だからグレイナルとね、グレーナル入れとけばなんか間違いねえなっていう感じがあるし、やっぱあのなんつうかな、仕留める時のあの単独のやつと範囲と2つともね結構強力だからね、これが強いな。でスピードもそこそこ速いしね、うん、なんかほんと勝手がいいなと思うんだけど、まあ防衛パーティーには必要ないと。あ、そうっすか、うん、結構いたら嫌ですけどグレー意外とどうだろうな。でもまあいない方がすごいんじゃないかな。まあ今回はね本当に、まあ打天使、魔勇者、うん、この2体に、まあピサロは相変わらずレギュラーかなっていう感じがするんでね、まあ、とにかく、まあ、勇者はねきっと多くなると思いますよ。でもなんとなくですけど、まあここ3個は結構ズブズブというか見えちゃうかあれですけど、強豪ギルドは魔勇者出してくると思うんですけど、そうじゃないギルドってあんまりいないような気がします。まあなんかね貫突ありきみたいなねキャラばっかなんで最近は、うん、まあだから分かんないのよ、貫突でしか持ったことがないから。まあね、その感覚に関しては。だからさっきエルギオ打天使ね、翼くんここで来て闘技やりましたけど、一突だっけ今打天使。一突です、はい。一突だと攻撃力アップが入らないでしょ、はい、もうそれも知らないからね、あって当たり前と思ってるんで。まあ全ての能力上持った上でも、そう、一回攻撃すると上がるでしょって、もうこうなっちゃう。上がらない、使ったことないんだから。もう貫突してレベルマックスにして初めて使用だからね。まあね、そこの違いが。そうそうそう、これだからやっぱ本当にお互いのアドバイスってね。だからあれですよ、一突なんだったらマシェリンがよくやってるでしょ、一突の火力とか、はい、あれ参考にすればいい。いや本当そういうことですよ僕は、うん、まあただ僕の場合持ってるからじゃあ自分でやれって話なんですよ、うん。だから今後ね、はじめりおさんとかね、監督する人は、もう、無突、一突、二突、三突、四突、五突ってね、全部の火力演習やればいい。毎回ね。そう。すごい手間だけど。それを取り終えないとガチャできないからね。ややこしい。で、しかも2枚抜きしちゃダメっていう、ね。そう、それ一番しちゃダメ。ああ、やばいよ、無突検証できないよってなっちゃう。うん。まあ、そんなのもあるし。やっぱりギルドでどうですか、これ20人一緒にいるねギルドっていうのは、まあなんかこのダンバンダンも今度ディスコードを導入するとか、ディスコードまあなんか広がってきてますよ。はいはいはい、いろいろと。だからもう翼くんたちもね、もうディスコードディスコードですかね。でもあの人はディスコです、懐かしいな、ディスコです、1位ですって、すごい懐かしい。なんかそんなこと言ってたけど本当の発音は何なんですかあれ。ディスコでしょ、略すならディスコ、ディスコ、ディスコ、略さないかな、ディスコードです。分かんなくなってきた。分かんないよ。ゲストルト崩壊みたいな感覚になってきた。ちょっと違う、何が正解か分かんなくなってきたよね。まあでもこれはオニコン教団実は一番最初から取り入れてますから、ディスコ。ただほとんど今使われてやりやすいんですかあれは。まあその利点としては画面共有ができるってことと、うん、ボイスチャンネルっていうので、まあ、話しながらできるってことと、でも画面共有って顔もできますし、そのこのタブトの画面だけもできます。まあ例えばですよ、まあじゃあ翼くんの画面をみんなに見てもらうってことでしょ、はい、そうです。だから誰かそのリーダーを決めなきゃいけないわけでしょ、出す人。なんかあれ変えれるのか、僕もあんまやったことないんですよ。みんなのはどうって見れないわけだから。でもなんか分割とかもできたような気もするんですけど、まあちょっとごめんなさい、そこは僕詳しくないんであれですけど、まあだから一番の使い方っていうのは、これから闘技やりますよってやつが画面を出して、みんなでああでもないこうでもない言って戦うってことだよね、はい、とってもそれが一番、まあ、だからある程度のギルドはみんなそれを取り入れてるんじゃないですか。そうなんですかね。今なんかゲームするならディスコード使っとけみたいなのが本当にあるんで、はい、僕これちなみに一番最初に教えてもらったのは、まあ、これ全然見てると分かるんですけど、中原くんに教えてもらったんです。中原くんすごいな、これあのラッコさんが回答で答えた中原くんね。
ね、すごいな、何に利用してたの？ゲーム、そうか、あの子もゲームやったよな。今あの全然タクと関係ないですけど、うん、荒野行動っていう FPS の人気のゲームがありまして、うんうんうん、にそのディスコードっていうのを使ってやってるんですよって言われて、で僕それ聞いて中原くんと一緒にディスコード使ってバンバン打ちましたからで、まあ、すいません、全然関係ない情報を出してしまいましたが、まあでもね、だいぶ競技ルートとかはみんな何かしら取り入れてるし、一戦一戦みんなでやってるんですよ。考えられないでしょ。だからもう朝一で終わらせるとかそんなんないんです、うん、まあ競合同士で当たればの話だけどもね、うん、まあ、本当ね、一日中やれるのは素晴らしいことですよ。まあでもね、本当ダンバンダンは相も変わらずだけども、まあチームリボンは、まあ、前回シルバーリーグでしょ、うん、だから上を目指せるじゃない。これあのオニコン教団はマスター来てケツまずいて落ちてきてるから意外とね追いつけるかもしれないですよこれ。でマスターが一番、そうです、マスター1でマスターリーグで優勝したらマスター1、まあでもマスター4位だってマスターリーグには行ってるわけだからね。まずはやっぱり、まあ、予選でいかに負けないかですよ、うん、なんかね1位ばっかりが綺麗に見えちゃうんだけどもね、実際はプラチナ1位よりマスター4位の方が立派といえば立派になるんじゃないですかね。どうなんだろうね、まあ、負けの数で言ったらだって、あ、まあまあまあという、ね、いや、だって、ね、あくまでも決勝なのね、はい、日本シリーズだからね野球で言ったらねまあ、こうして見たらもうでもね、マスター4よりプラチナ1のがね輝いてるんだけど ね、まあまあ色的にはね、うん、まあ、その辺はちょっとねどうしようもないところかもしれない。でもまあみんなよく、ネット上で見かけるのはなんとかマスターに行きたいとかね、まあこういうのがあるんで、まあまあまあ一段ずつ上げていくのでもいいし、まあでも下手したらねプラチナに行けるかもしれないし、うん、マスターの上がプラチナ、うん、シルバー、あ、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、マスター、全勝すればマスター、4試合全勝で3つ勝ってプラチナ、うん、2つ勝ってゴールドっていうこと、全敗でブロンズ。ブロンズって案外少なそうですけど、ね、いやいや全敗してしかもそこの4位考えてくださいこれ、まあ、やってらんねえって感じですよこれ。よくやってんな最後まで。ブロンズまで行ったらね、ボッなんとか一勝とか言ってるんですかねそこのギルドはね。いやもうそこまで言ったら無言でしょ。そうでもう本当にヘタッピばっか集まってねもうなんだろう、ボットみたいな連中がねやってる可能性もあるからね、まあ、見てみたいね、逆に見てみたい、そのブロンズの大会を。すごいですよこれ、まあまあまあね、7連敗ってすごいよね。いやまあまあまあね、そういうことやな。多分ねそういうギルドはおそらく次ないですよ。もうない、もう一瞬だけ集まったギルドっていう可能性もあるし、そのままね継続していかない可能性がある、うん、なんかもうそんなレッテル消したいというかねいやまあまあわかんないですけど、うん、まあだから本当にね目に見えないそういう部分もね考えればいろいろとね広くあるわけですよ。うん、まあ、あとは本当に対戦次第ではね、例えばオニコンの最初の2回のマスター1位みたいにうまくいく時もあるしね、強いところでぶつかっちゃったらオニコンだって下手したらねゴールドあたりで甘んじる場合もあるじゃないですか。いやまあそれは本当に予選で強ギルドに ね、2回負けちゃいけないんだからねもうね、まあ全然ね、うん、あのツイッターとかでもあのとんでもないテーブルに放り込まれたぜみたいなこれましたから全然ありえますし、でやっぱチームイボンはちょっとなんとなく拝見しましたけど、やっぱそこそこ戦力高いじゃないですか。はい、どうなの総合で言うと。ちょっといや僕本当にざっと見た感じですけど、あ全然どこどこぐらいオニコンと、いやわかんないです、もしかしたらちょっとキャリアのオニコンのがあるってぐらいでね、まあそのねあのまあでもあとほら後から入った人たちがどれぐらいやり込んでるかわかんないし、みんなどっかのギルドでいる人間だからね。もともとさみんななんかマスターを優勝した人がいるっていうのがやっぱ、あそうだそうだ、ゆかめろさんが一番浅いんだから何でしたってそう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 でその一番浅いゆかめろさんでも、まあ、あのすごいガチャはしてるじゃないですか、うん、でもだからパーティーだけ見たら、あ結構なんか面倒くさそうな相手だなっていう感じがしたんで、マジで楽しみじゃない。いや、いきなり意外とオニコンとね、いやそんなに勝ちになって楽勝ではないっていう、多分僕見た感じ、うん、あなんかこれ誰がどういくかなとかってこう考えると結構だからラッコさんなんかはね、いやチームリボンがまだ出来たてだから余裕だよって思っちゃうかもしれないよねわかんないですけどもそこはまあただね、あの結局実は始めたてゆかめろさんだけっていう状態ですので、うん、はい、まあもうぜひね当たったら楽しみさせていただければと思います。だからもう本当にねオニコン教団と当たったら1戦目にまず速攻パーフェクトを取ってドヤるっていうね、ドヤるそれが一番いいんじゃないかと。僕はゆかめろさんになんとかパーフェクト取られないようにあもうこれは決定だろ、ゆかめろさんは必ずツバッサーに行くのね。でも今翼くんと戦うわけでしょ、うん、もうそれは確定なのね。それはそうでしょここで僕がね僕とゆかめさんが違ってたらこんだけ喋ってやんねえのかよみたいな、まあ、わかんないです僕の場合は。でもでも
だって鬼コン教団って翼くんは一番戦力的に下位なんですか？一番ではないですよね。下から3番目とかなのかな、分かんないですけど、うん、だからもっと安牌がいるってことだよ。あ、そうなの。そうそうそう、だからそうなった時どうかっていうね。だってゆかめろさんはチームリボンの中で一番戦闘力が低いんでしょ。もっと低い人いるのかな。でも戦闘力低くてもあれみんな関東ツパ持ってる。最近始めてめっちゃ課金してるみたいな。だから本当にこのまあ何とも言えないよね。自分のその楽しみで翼を叩くか本当に勝ちにこだわるかによって、まあ、全然ただまあ翼くんはゆかめろさんに行くという。行きたいですが、ただ僕の場合その離婚教団って僕の、あの意思でなんとかできることになるので、うん、もしかしたらいやここはあの彼に残しておこうとかそういうことになるかもしれないのでわからないですよね、はい。まあでも本当にギルドっていうのはそういうね離婚じゃないけどもそういう戦いも面白い一つなんで、何か接点がある人と戦うっていうのはね、そこはちょっとね、そういうので楽しめばいいと思うしね。あ、もう当たることを期待しましょうとしか言えないですね。はい、ダンマンダンでもいいしね。いや全然本当にそこは別に、うん、ね、もうね、なんか本当にダンマンダンもせめてそのぐらいの楽しみは味わわしてほしいから。ゾク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 とかじゃないよね。もうでもあそこは面白いですよ。ゾク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 とかお豆軍ダイーズとかここら辺はちょっとシャレが効いてくる。絶対ギルマスはね面白い人だろうなって思いますよ。名前と、ね、そういうところで印象を残してくれましたからね。まあなんでまあ次回は、ちょうどね、予選の3戦目なんですよ。多分僕はもう終わってると思います。試合がね午前中もすぐやっちゃうんで、だから2人はもしかしたらここでね3戦目をやる可能性はあると。まあ、どうなるかは来週ですね、とりあえずね。うん、はい。と思いますよ。だからまあまあでも大体そうでしょ。ここでやるんじゃないの？なんかあのあれじゃないですか。戦ってその動画配信していいか良くないか問題があったじゃないですか前。おお、違う違う違う、別に配信とかじゃなくて戦うのはここでやるでしょ。あ、事務所なんだね。あ、それやりますやります。はい。まあその結果も踏まえてね。うん、じゃあ来週やりましょう。ぐらいで大丈夫ですかね。はい、はい、どうも。まあ、なので あとは防衛パーティーをきちっと作ってやってくださいよ。あとね、一応ここでも言っとこうかな。もうなんなら来月ね、防衛パーとか困ったらいくらでもあのね、コメさんとかサキさんとかグルちゃんに派遣しますから。アドバイス聞いてください、そんなのね。軍師派遣サービスを。そうそうそう。はい、使いましょう。はい。はい、すいません、どうも、あざした。つばさチャンネル。チャンネル登録してくれよ。な、な。チャンネル登録してくれよ。な、な。